今日はマカロニグラタンを作っていきます。まあ、数あるレシピの中で、マカロニグラタンご家庭でやる場合、旨味を出すために、コンソメ、キューブのコンソメであったり顆粒のコンソメであったり化学調味料を使うと思うんですが、今日は、化学調味料を使わずに旨味を出して、お子様でも安心して食べれるマカロニグラタン作っていきます。材料はこちら。玉ねぎ1/4個、バター、薄力粉で旨味を出すえのき、旨味が出る手羽中を使います。で、この2つの旨味があるので特にコンソメ使わずに美味しいホワイトソースができます。で、牛乳で、ここでホワイトソースを作って、最後にマカロニとブロッコリーを入れていくと。こちらの器に作っていきます。玉ねぎ切っていきます。玉ねぎは1センチ、幅1センチに切って角切りにしていきます。えのき、えのきは石突きを外してこちらも1センチに切ります。まずフライパンにオリーブオイル、オリーブオイルを大さじ2ぐらい。そこに鶏肉を入れていきます。皮目から、はい、皮目から焼いていく。鶏の皮目をしっかりと焼いて香ばしさを出していきます。じゃあこれを返していきます。皮目が焼けたらここに玉ねぎとえのき焼いていきます。塩少々、下味をつけます。コク出しのバター 15g、 鶏のうまみとえのきのうまみ、バターでコクを出す。玉ねぎがしんなりしてきたら薄力粉大さじ1杯と半分、続き菜箸で炒めていきます。全体に馴染むように混ぜていきます。ここでしっかり炒めることによって、粉っぽさがなくなります。牛乳、今日 200cc なんでまず100、半分入れます。引き続き菜箸で混ぜるとしっかり混ざります。とろみがついてきたらここで残りの牛乳を入れてしまいます。表面が焼けたお肉美味しそうですね。えのきと表面が焼けた肉、この骨付きの肉から旨味がどんどん出ていってます。はい、で再度沸騰してきたらここでゴムベラに変えます。縁についたホワイトソースを取っていきます。これでとろみが出るまで少々煮込んでいきます。で、今ここにまっすぐ線を引くとすぐにソースが来る感じ。これがもう少しゆっくりと底面が見えるぐらいになれば OK です。ただグラタンはちょっと緩いぐらいの方が、仕上がり口当たりが良くて美味しいのでちょっと緩めに仕上げます。はい、いきます。これぐらい引っ張って引っ張って、ソースがゆっくり滑らかに落ちてくるぐらい、これで OK。 はい、でここにマカロニ、今日 50g 入れます。はい、マカロニを入れてしっかり合わせていく。
イトソースの完成。グラタンの器に流して。ここに湯がいたブロッコリー、彩りです。彩りにブロッコリーを、ミックスチーズ 30g を全体的にかけていきます。ではたっぷりかけましょう。はい、さらに、粉チーズ、粉チーズをかけます。基本的にはこれでグラタンは完成ですが、さらにカリカリにしたい、表面をカリカリにしたい場合はパン粉をかけると、これでオーブンで焼くとさらにカリッと仕上がります。これでオーブンで焼いていきます。はい、焼き上がり、表面がカリカリ、鶏肉も美味しそうにできてます。あと、大人が食べるときは例えばオリーブオイルをかけたり、ブラックペッパーでシャープにすれば白ワインにも合います。お子様が食べるときはこれぐらいがちょうどいいかなと思います。それで完成。じゃあ実食いただきます。まずホワイトソース、はい、カリ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 のチーズとパン粉でさらにカリカリになってます。で、中のグラタンは少し緩めに作っているので滑らかで食べやすい感じです。ちょっと熱そうなんでちょっと減らして、いただきます。うん、今回コンソメキューブとか、顆粒の化学調味料を使ってないので旨味が少ないかと思いますが、えのき、骨付きの鶏肉、これで十分旨味が出るので、ぜひね、添加物なしで、作っていただきたいと思います。で、最後にこれ今日の見せ場のこの鶏肉、こちらいただきます。うん、旨味抜群でかなり美味しいです。ぜひ骨付きの鶏肉でグラタンやってみてください。じゃあまた。